STS-125 は、ハッブル宇宙望遠鏡サービスミッションのために、2009年5月に、スペースシャトルアトランティスによって行われた、有人宇宙飛行である。当初は、2008年10月に打ち上げが予定され、発射場まで移動したが、直前になって、ハッブル宇宙望遠鏡のシステムに不具合が見つかり、その修理の準備を行うために延期された。主な内容は、故障した。 メインカメラ ACS の交換、バッテリーの交換、新たな観測機器の取り付け、その他故障箇所の修理である。ハップル宇宙望遠鏡に対するサービスミッションは、これが7年ぶり5度目であり、これが最後となった。また、スペースシャトルが国際宇宙ステーション関連以外のミッションで飛行するのもこれが最後となった。極めて難易度の高い困難なミッションであるため、 過去に修理ミッションの経験がある飛行士を起用し、2年間に渡る長期の訓練を行った。悪天候のため着陸は、ケネディ宇宙センターから、エドワーズ空軍基地へと変更された。括弧内の数字は、今回を含めた、フライト経験数。STS-125 の飛行中に、万が一、耐熱パネルに損傷が生じるとして、 アトランティスが地球への再突入に耐えられないと判断された場合、エンデバーが救援飛行を行うことになっていた。緊急時救援飛行が具体的に準備されるようになって以降、ISS 関連以外でスペースシャトルが飛行するのは STS-125 が初めてであるが、軌道傾斜角が異なるハップル宇宙望遠鏡の軌道から ISS に避難して救援を待つことは、 物理的に不可能である。したがって、救援を待つまは、アトランティス自身が持つ、食料、酸素、水に酸化炭素吸着キャニスタ、燃料電池だけでしのがねばならず、待てる、時間的余裕は、あまりない。このため STS-125 の打ち上げ時には、隣接する LC39B 発射台上で3日前から、救援物資を搭載したエインデバーが待機していた。救援飛行は、 エンデバーに4人の飛行士が乗り込み、2着の宇宙服を積み込んで打ち上げられる。打ち上げから23時間後にアトランティスと軌道上で接近し、ロボットアームで固定される。その後、アトランティスの乗務員全員が宇宙遊泳でエンデバーに乗り移り、帰還する。無人となったアトランティスは廃棄され、太平洋上の大気圏に再突入し燃え尽きる、コンセプトであった。 STS-125 が無事に終了したため、エンデバーは STS-400 から STS-127 に移行された。ミッションを切り替えるためには ISS へ運ぶ搭載品を STS-127 の貨物室へ積む必要があるが、待機していた39バイト発射台は将来のコンステレーション計画において、 アレス・アイの試験機を打ち上げるため改装中であり、貨物積み込み設備が認定寿命切れのため使用できない状態であった。このためエンデバーは39バイト発射台から39アンペア発射台へ移動し、ISS へ運ぶ貨物を積み込んでから打ち上げられた。2機のスペースシャトルが射程に同時に並ぶのは、これが最後となった。ありがとうございます。